昨日ちょっと奥野さんと軽く電話でああみたいなちょっとなった。普通に仕事の話来ちゃったんやけど、はい、LINE がなんかちょっとなんか嫌な言い回しされてるなって俺がくと思ったわけよ。いや奥野さんと仲いいってもともとめちゃめちゃ仲いいし、炎上万博とかでもぜひ奥野さん出てくださいとか、ありがたく来てもらったりとか、普通あんな仕事嫌やん、あなたも投げる仕事なんてやったんやけど、奥野さんから、奥野さんもやっぱすごい人ではあるけん、横のつながりとかなんかいろいろすごいわけ、あの人もだけど、すごい規模の何億円って話来たわけよ。3億円か、俺もやっぱ忙しいけん、いろいろ選ばないかんわけよ、仕事。たとえ3億円って言ってもさ、何その仕事って、ファンが怒るような仕事とか、メンバーがそれ今やる必要ありますっていう仕事、いくらお金もらったけんできんわけやん。やし俺も体1個しかないけん、よく吟味せないかんわけよね。そういうのもありきで吟味しよったわけよ。いや、奥野さんとの LINE でちょっとガチャガチャって少しなったわけよ。だけど、これ LINE でこれ以上続けたら良くないわって思ったわけよ。もっと奥野さんと仲悪なるわと思って、メールってそうなるやん。ちょっと冷たくなるけん、だけんかなと思って電話したっちゃうね。で、電話で奥野さんに、いや、俺こうなってちょっと奥野さんの LINE でちょっと嫌な気持ちしたんですよねって言ったら、奥野さんが割となんか、いやみたいな感じで来たっけ、おーみたいな感じでなったっちゃうけど、今日の朝、昨日お酒飲んでてみたいな、ちょっと強くなっちゃいましたみたいな。あ、なるほどね。そういうのは俺よくあるけど、俺もお酒飲んどった時光くんに変な内容みたいな、これこれさんとかにも酔っ払った時ツイッターでわーみたいな、あのめっちゃキモいライン俺出回っとうやん。あれも酔っ払ってなんかめちゃめちゃキモい50秒ぐらいのこれこれさんと関わってること行き恥ですわみたいなことを、お酒の時にそういうことやってしまうのこれわかる。だけど奥野さんのその昨日の気持ちもめちゃお酒飲んで LINE と SNS はいじるな俺が今全員に言いたい、お酒飲んどる時に SNS と LINE はいじっちゃダメ、分かった？もう一回言うね、お酒飲んどる時に LINE と SNS いいんだ。